羽田空港国内線第2ビルに到着しました。今午前7時17分。本日は年末2019年の12月28日です。これから秋田に、撮影をしに行かなければいけないものがあります。で、まあそれが終わった後、せっかく秋田までこんな年末にお金かけていきますんで、じゃあ見物して帰ってこようと思って、飛行機は往復、帰りの分は、明日で予約しました。しかし、引き返す場合あり、雪のため、7時の天候調査かな、なんかね、飛行機が秋田空港に着陸できないかもしれないって言うんですよ。その向こうでいろいろやることがあるわけですから、引き返すなんてたまったもんじゃない、勘弁してくれよと思うんですが、まあ、雪のせいなんで、ね、仕方ありません。やっぱ新幹線だったんじゃないですかねと言いたいところなんですけども、これもですね、あの新幹線で行くと間に合わないんで、実はあの新幹線よりも飛行機の方があの早いんですよね、秋田行くには。空港ももう大変な混雑ですよ。いや特に、ね自動券売機チェックインの機械のところは空いているのに、手荷物はともかく、普通の受付のなんていうのかな、窓口、まあ、そういったところが、ね、人でたくさん混んでもう溢れ返っているというのが、あ飛行機に乗るのに不慣れな人がたくさん集まっているんだなという感じがします。まあ、私もそんなに慣れている方ではないんですが、こんなに混んでたらまあ確かに上級会員とかそういう制度もありがたいものに感じられるでしょうね。乗り場には15分前ぐらいに行きましたけど、もうね優先搭乗とかそういうのも全部終わってて、今4番目の人と一緒に乗ってるんですが、まあいいんですけどね。ただ全然特典を使わないんだったら上級会員になる意味もなさそうなんですが、ここに泊まっておりますのはボーイング747、最新の旅客機だと思うんですけど、これの普通席に乗るのは初めてなんですが、コンセントがついてると助かるんですけどね。まあどうでしょうか。羽田空港に引き返すこともございます。どうぞご了承ください。後ほど非常用設備をご案内いたします。皆様ご覧ください。ご質問がございましたら客室乗務員にお尋ねください。 If you have any questions, please contact a cabin attendant. 現在の秋田空港の天候は雪、気温は1度でございます。残り短い出航でございますが、どうぞごゆっくりお楽しみください。あと、3分ほどで着陸態勢に入らせていただきます。本日も、ご搭乗いただきまして、誠にありがとうございます。どうぞ皆様、良いお年をお迎えください。Good morning, ladies and gentlemen. Welcome aboard Sunrise Member Heading Flight 401 Service to Akita Airport.初めて来ました秋田空港、なかなか立派なところですね。あの飛行機の最後の手荷物を受け取るところを出ると、まあ、出迎えの人がいっぱいいるというのがよくある光景ですが、おじいさんおばあさんが、ね、たくさんおられました。要するに多分帰省の人をあの迎えに来てるんでしょうね。実家に帰ってくる人の、まあ、お父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんが迎えに来てると、なかなか温かみのある年末の東北の光景です。市の中心部までは、ね、バスで40分ということでなかなか離れてるんですが、バスはまあ飛行機と接続が取ってくれるでしょうけれど、あと5分で出るそうだから急がないとね。2台体制ではやっぱり需要が大きい時期だからですかね。県庁所在地の代表駅と、それから空港というのはどちらもその都道府県を代表する顔となる大事なところですから、その県の誇りが全て結集されています。例えばこのバスターミナルですけどね、向こうもそうなんですが、空港と秋田駅を結んでいるこのバスターミナルは、ご覧いただいて分かるように県の木材秋田杉を使った豪華な造りです。用事があると言ってきたのは秋田駅から列車で一駅土崎というところです。まあ、ここも一応秋田市内ということになってるんですが、もともとは別の自治体でした。向こうにずらっと秋田市の中心部ビル群が並んでいるのが見えます。さっきあそこにいたんですね。でこの土崎というところは今では秋田の中心部ではありませんが、歴史的には秋田市にとって大変重要な役割を果たしてきました。秋田の町が発展したのはここに港があったから、ここに、各地の重要なものを乗せた、まあ、いわば江戸時代の貿易船、北前船というものがやってきて貿易の拠点になっていたのです。
その歴史を受け継いで現在でも、さまざまな貨物自動車、トラックとかですね、タンクローリーとか、そういったものが多数往来する忙しい港町となっていて、あそこにも大量のコンテナを積んだトラックがいるし、それからこちらにはもう見ただけでわかると思いますが、 JR 貨物の貨物列車、これもまたここにたくさん止められていて、荷物、貨物の運搬に重要な役割を果たしているのだということがわかります。今日は曇っている割には遠くまで景色が見える、割とお得な日です。向こうに見えるのが男鹿半島で、もうじき12月の31日になると生ハゲが、悪い子供がいないかと探しにやってくるそうです。その手前側に映っている多分ねこの埠頭だと思うんですが、ここにもともと軍艦が沈めてあった時期がありました。太平洋戦争の時に軍艦がこの辺りで沈められて、それを撤去するのと同時に防波堤として転用するという時期があったのです。1975年にその軍艦防波堤は撤去され、秋田港では見ることができなくなりましたが、現在でも多分、若松港だったかな、北九州市にはそういう軍艦防波堤があったと思いますよ。じゃあ見るも見たから歩いて帰ろうと思ったんですけども、寒くてやる気がなくなりましたんで、道の駅といえば美味しい食べ物だと思いますんで、まずはお寿司、これね1000円で買ったんですけど、1000円だと500円のがありますよ。でネタの数は同じだったんですよ。じゃあ1000円のにするか、これなかなかいいやつ、ボタンエビはね乗ってますからね、これで1000円だったら安いんじゃないですか。でそれからこういうのもねやってみたんですけども、ロバタ焼き的なやつですね、なかなかこういうのに挑戦することはしないんですが、今日は店の人が親切なのでやってみることにしました。これは焼き方も書いてあります。ホタテを注文したわけですが、身を返し1分ぐらいが食べ頃、蓋が白くなるまで待つんですね。もうそろそろいいかな、これ火通しすぎってこともないでしょうね。あそこにイケスがあるんですけど、イケスの中にいろいろと、いますんで、それを今引き上げてきて早速焼いているところなわけです。だから多少生でも食べられると思うんですけどね。おこれね、ウロっていう内臓みたいな部分は確かこれはねちゃんと調理しないと食中毒の危険性があったりするんですよ。だから私はあんまり熱し方に自信がないので、ここはやめておきましたが、いや非常に美味しくいただきました。まだお寿司がこんだけ残っているのが幸せです。この道の駅にはね、これのマニアの人もいっぱいいるのは知ってますけど、うどんの自動販売機があります。七味唐辛子ですけど、天井から吊るという今までにないスタイルです。うどん好きの私も今は焼きそばの気分です。秋田駅に着いたら横手焼きそばを食べることにします。私も残りわずかとなりました。どうぞ良いお年をお迎えください。さてもう一度スタート地点の秋田駅に戻ってきまして、駅ビルの3階だったかな、なんか駅ビルも随分変わって見慣れない感じになったな、なんだこれ。でもね、行きつけの店はちゃんと残っていました。大木屋というところなんですけどね、秋田名物がいろいろ揃っていて、安くはありませんが、ここに行っておけば間違いはない、そういうお店です。いつも横手焼きそばしか食べません。800円、横手に行けばこれが500円で売ってるところあるんですけどね、ともかくここも味はバッチリです。卵の黄身を崩してソースと絡めて食べるということになっています。マジでいいな、本当はソースがもうちょっといっぱいね、どっさりあって味は濃いめになるんですけど、何も見えないわ。でもここも結構ソースは多いです。ちゃんとした横手焼きそばだ、失礼なこと言いました。あとはね、横手焼きそばの特徴として付け合わせ、紅生姜が普通ですけれど福神漬けとなっています。これも全部に共通した特徴です。こんぐらい混ぜればいいかな、あとは食べるだけですよ。と時計を見たら発車の2分前、まずい列車が出ると思って大慌てで出発したんですが、なんちゅうことはない、店の時計がちょっと進んでいただけでした。明日深夜まで仕事があって、明後日も羽田一番の飛行機なので、もう寝る時間がありませんから、今日くらいはねゆっくりしておこうと思います。だからあまりうろうろせず、まっすぐ温泉へ。その代わり泊まる場所はいい場所を選びました。秋田駅から普通列車に揺られておよそ1時間半、まずは内陸部の湯沢市を目指します。降りるのは大本線の湯沢駅です。帰省のお客さんがどっさりおりました。2両編成の電車がたまにやってくる、湯沢は田舎の典型的な駅ですが、しかしこれから行くところと比べればもう超大都会と言っていいでしょう。これから先行くところはもう秘境すぎて、バスでは運行会社の元が取れず、もうタクシーの便しかありません。
といってもさすがに通常のタクシーではなく、乗り合いタクシーといってね、まあ、時間をきっかり決めて走るバスとタクシーの中間みたいな乗り物でいくことになります。2000円ぐらいかな。あのタクシーよりはだいぶ安いんですけど、バスよりはかなり高いですね。多分あの車なんじゃないかなと思うんですけど、タクシーで湯沢駅を出発した後少し走って高速道路に乗り、多分そんなに長くなかったと思うんですが、その後のことはよく覚えていません。ぐっすり眠ってしまいました。でその後ですね、山のかなり奥深いところまでずっと右へ左へ山道をかき分けながら登ってきて、まあ、それでも雪は随分少ない時期でしたからね、運転はそんなに難儀するような感じではなかったですけれども、到着いたしました。ここですね、泥湯温泉奥山旅館というところ、うちのチャンネルでもよく出てきますが、日本人を守る会、日本人を守る会どっちか分かるんですが、それの会員になっている旅館です。1泊1万6000円で今日は1室だけ空いていると昨日の夕方に電話をして、泊めていただくことになりました。でここはですね、栗駒国定公園の中にある、おやす橋とかいうね、渓谷も近い、景勝地でもあってすごく、まあ、過ごしやすいところらしいんですけども、立ち入り禁止、山際には立ち入り禁止、それからあっちを見るとあれがさっきまで乗ってきたタクシーですが、危険、立ち入り禁止区域のお知らせ、危険、山際には立ち入り禁止、もうただならぬ雰囲気です。なんかすごいところに来てしまったないという気がします。ちょっと怖い雰囲気です。ここにある鎮魂碑、これはですね、そんなに昔のことではなかったと思うんですが、昔この温泉地で事故があったのです。この旅館の名誉のために言っておきますが、この旅館で事故があったわけではありません。この辺りのところを歩いていた方が、毒ガスを吸い込んでしまい、窒息して亡くなってしまったという事故があったのです。ここでうちのチャンネルでも繰り返しお話ししている硫化水素ガスについてのご紹介をします。ここに書いてある通りなんですが、無色透明でその存在を目で確認することはできないが、ゆで卵の腐ったような匂いがしますと書いてあって、実際今ここでね、ゆで卵の匂いがしてるんですね。でガスの濃度が高くなると匂いを感じません。そのガスを吸い込むと瞬間的に意識がなくなり、これは酸素ではなく、酸素よりもですね、硫化水素の方が、血液と結びつきやすいからなんだそうですが、瞬間的に窒息して放置すれば死に至る場合もあるというものです。まあ、要するに毒ガス。硫化水素は空気よりも重いガスですので、まあ、こういうところの中でですね、穴ぼこができているとそこに溜まったりする可能性もあります。で、雪の穴などに溜まったところにうっかり入ってしまい、それを吸い込むともうそこで倒れて脱出をすることすらできなくなってしまうというわけです。そのまま死んでしまいます。特にああいった雪の中は恐ろしいもので、その中にですね、温泉の熱などで、まあ、空洞ができているような場合があるそうです。そしてそこに硫化水素が溜まっていて、それをうっかり踏み抜いて穴に落ちて、そのまま窒息、そういった事故もあり得るそうです。湯沢市としてはこれを絶対に防ぐためにここに厳しく立ち入り禁止の区域を設けておりますということでしたが、もう寒くてしょうがありませんので、この奥山旅館に早速チェックイン。おお、手がかじかんでる。ちゃんとしたところにいれば問題はないですからね。そんでですね、チェックインなども増したんですが、なかなかここいいところですね。まあ、見てもらって分かると思うんですけど、山の中の旅館っていうからね、まあ古いイメージになります。すごい古い建物でやってるのかなと思ったんですが、まあこういうところもことごとくリニューアルされておりまして、もしくは新しく建物建てたのかな、まあ、全然私泥湯温泉が来るのも初めてなんでよく分かってないんですけど、これこう布団ですね。今回一人で泊まってますんで、こっちは何も敷いてませんけども、多分二人で泊まる前提の部屋なんでしょうね。だからここにもう一個こうスペースがあると、まあこれは今回はフリースペースとして使うことにしますが、まあ、こういう感じですよ。で、外がねもう冬のこの時期です。刻一刻と暗くなってまいりますんで、まあ、今のうちにちょっと外へ出て、早く風呂の写真だけ撮ってきた方がいいかな。でですね、この宿のお風呂はここにあるんですけども、まあ、さすがにお風呂は人が入ってますんで撮影禁止なわけですよ。いろいろと問い合わせをしたんですが、ここは写真がちょっとということだったんですが、冬の時期には入ることのできない大露天風呂というのがあります。まあこれすごいですよね。ただの道ですけども、温泉がなんかそこから溢れてきて、こんな川になってて、しかもここに温泉成分がね、これ硫黄ですけども付着して、さればあったかいのかな。あんま暖かくなかったな。ということで、冬の時期になると湯船があまりにも大きすぎるので、お湯温度が上がらなくてですね、入ると風邪をひいてしまうから、冬は入れないけれども見学は OK というところなんですが、これはまた温泉をここに流して、多分雪がここにこうたまらないようにしてるんだろうな。こう慎重に来ますよ。ここもすごいですね。これ色が変わってる。これはあれですよ、なんかこういう色のコンクリートが設置されていたわけではなくて、これもまたやっぱり温泉の成分がここについたから黄色くなってるんですね。じゃあ行きましょう。足がひたひたになる可能性ありますけど、はい、というらしいです。ご来館ありがとうございます。こちらの天風呂と向かいの天狗の湯の2箇所にご入浴できます。日帰り入浴もできるの安い。
大人300円、あ、大人500円か。ガラガラガラ。入浴はしませんけど、絵だけ撮って、で、後で写真の撮れないところに私は入ると、浸かるということになります。これは靴は脱ぐのかな？ここにね、お風呂場への撮影機材の持ち込みは固く禁止しておりますと書いてあるんですけども、私は今回電話で許可をいただきましたので、開かなくなっている。もう雪でつっかえちゃってんだな。こういう感じか。ああ、いいな。東北の冬といえば雪、雪といえば温泉というわけで、こう東北の冬の旅に求めるものがここに全て揃っている感じがします。冬の雪国はね、これぐらいの時間が一番美しいと思いますね。太陽の光がもう直接は入ってこなくなったけれども、まだ明るさを保っている、全体的に水色に染まった、この感じがいい。そしてそういうところにね、こうオレンジ色の照明があると人は安心するわけですよ。いや、いいとこですね。で、早速風呂に入りたいところなんですけども、一応ちょっとだけ仕事がありますんで、パソコン操作などもしましたが、でもまあ終わったな。夕飯はね、6時からということになっています。あと1時間。じゃ あ旅館の楽しみといえば、まず机の上に置いてるお菓子ですが、なんか今日は3種類もあるな。なかなかこの髪型にも似合った格好だなと思いますけどね。浴衣に着替えて風呂に入り、ガラガラガラと、ちょうどいい湯加減でした。まあ、それから、浴場の中がですね、もう湯気が充満していて、前が全く見えないほど、まあ、これがまたいいんですね。お湯は、まあ、濁り湯でした。さっきのところはそれほど濁ってなかったと思うんですけど、2種類のお湯の種類があるようです。まあ、中はお約束ですからね、映すことはできないんですけど、もうすごい硫黄の香り、単純硫黄泉というやつだったかな。まあ、こんな感じでこうスリッパに履いてですね、ここをちょっとこう凍らないように水を流してくれてるわけですが、まあ、ここは凍ってますんで、ちょっと気をつけて、こんなガチガチに凍った階段、これでも雪は少ない方で、まだ冬は始まったばっかりだと思いますんで、本番はこれからでしょうね。もういきにこの階段を降りていくときは、うお寒いって感じで、早くお湯に浸かろうと思ってどんどん降りていったんですけど、まあ、帰りになるとね、お湯で体が芯まで温まってますから、まあ、いわば無敵状態というか、この冬の寒い時期に風呂に入って上がった後のこの無敵状態の時間を保つ、これがね、温泉の一番の醍醐味なんじゃないかなと思います。まあ、これを上げるとまた元に戻るんですけど、ガラ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 。それでは夕飯の紹介をしますよ。これすごいいい夕飯でしたね。秋田にちなんだもの、土地のものを全て使って、もうそればっかりが出てきて贅沢な夕食でした。この値段だったら本当に安いと思いますよ。これは厚切りの肉などが乗った陶板焼きって言うんですかね。それからこちらはきりたんぽ鍋、固形燃料の乗った旅館によくあるタイプの、これが2つあって、好きなタイミングで味わえるようにと茶釜を渡してもらいました。1個だけ右側に火をつけて、きりたんぽは後ほどいただくことにします。そしてこれ分かりますか、黒いですけれども納豆だそうです。納豆と聞いてね、いやー無理だ、納豆は私は嫌いだ、食べたくないと思ったんですけども、しかし醤油をかけて少しだけ試してみることにしました。それはこれがね、この秋田県湯沢市にある日本一高級な納豆屋さんのものだからだそうで、これ本当に高く、1つのパックで 60g だそうなんですけども、2000円とかサイトに書いてありましたよ。すごいいい豆を使ってるらしいですね。ただまあさすがにやっぱり納豆は嫌いなんで、そんなにたくさんは食べられませんでしたが、通常の納豆と全然違うということは分かりました。ちょっと口直しにいただきました。これは、山ぶどうサイダーですが、ものすごく酸っぱい。これはですね、文句言ってるんではなく、こんな風なガムシロップを一緒に添えていただいてまして、安東の山ぶどうの絞った原液を溶かして、それでここに入れて、だからかなり酸っぱいんだそうですね。本物の味を楽しめるようにとの仕組みだそうです。そして今度これも面白いですよね、リンゴのグラタンですよと言って出てきました。どんなものが出てくるの、これデザートなのかなと思ったら、中には通常のグラタンが入ってるんですよ。リンゴを入れ物にしたグラタンで、中身とそれからリンゴの身を少しずつくり抜いてね、こうやって食べるっていうのも面白かったですね。全部食べられますよと教えていただきました。これめちゃくちゃ美味しかった。時期によって多分どういうものが出てくるかっていうのは変わると思いますけれども、満足しましたね。皮まで全て美味しくいただいたのです。皮が美味しいっていうのがまたいい調理の方法だなと思いましたね。そして最初に火をつけた陶板焼きができたわけですが、これいいですね、牛肉のステーキみたいな、そんな風に書いてあって、ちょっとバターっぽい味もしましたが、水瀬牛リブロースステーキ、そんな風に書いてありましたね。水瀬牛、この辺で取れるのかな。私水瀬牛ってのは初めて聞きましたです。なんならその地方の名前も聞いたんですが、ともかく分厚いステーキ、いいなぁ。見てても本当に美味しかったんで、ね、自分でこの動画見せて美味しかったまた食べたいなと思うんですけど、視聴者の皆さんもどうですか、これ見て美味しそうだなって思ってくれたら幸いです。これはね、天ぷらですけど、
秋田県この辺りの名物はセリだそうですね。春の七草の一つにもなっていますが、このセリを天ぷらにしたもの、塩たっぷりつけて食べました。ちょっとしょっぱかったですけど、それがまたいいですね。サクサク。じゃあ今度はきりたんぽ鍋。秋田といえばきりたんぽ、これは大変に有名ですが、きりたんぽっていうのはそんな高級な食べ物というわけではありません。秋田のね、郷土料理っていう感じ。調理が難しいとか、それからあとは、きりたんぽ鍋には絶対入れちゃいけないものみたいなのもあるんですよね、確か。まずは火をつけてとりあえず閉めて、その間、これはハタハタです。確か八郎型だったと思いますが、冬のもうちょっとすると全面がバッチリ凍ったらハタハタの釣りをするんじゃないでしょうか。これはいぶりがっこ。その下のこれは、山ぶどう漬けというそうです。山ぶどうで漬けたんですかね。面白い味がしましたけど、やっぱり一番はいぶりがっこ、秋田の冬の、保存食です。煙の味がするんですよ。たくあんの燻製です。でこちらはね、鯉のお刺身ですが、それを昆布で締めたもので、かなり昆布の味もして美味しかったんですけど、秋田県はね、やっぱこう山の方なんか特にこの地方そうなんだと思いますけど、鯉のお刺身が何よりのご馳走だと、そういう文化があるそうですね。こちらは確かヤマメじゃなくて、これはアユだったかヤマメだったか、ちょっとねごめんなさい忘れちゃったんですが、これも焼きたてをすぐに食べて美味しくいただきました。であれを焼きたてで出していただいて食べている間にですね、きりたんぽ鍋、ちょっと私がタイミングをミスったんですけれども、少しだけ煮すぎてしまいました。きりたんぽってもともともう炊いたご飯ですからね、火を通しすぎると良くない、ギリギリの際のところで食べないとご飯が崩れてしまいます。でもギリギリ美味しいところに間に合ったというのも事実です。そしてこちらは茶碗蒸しです。かぼちゃが入っているというのもそうなんですが、これねめちゃくちゃ甘いんですよ。東北より北側、北海道も含めて茶碗蒸しは甘く作られるらしいんですね。非常にこれ不思議です。多分甘いものがごちそうっていう傾向が、そういう風に考える傾向が寒いところだとより強くなるんじゃないですかね。たくさんもうメニューが出てきましたけど、次に出てきましたのはご飯。これがまた美味しい秋田小町でございます。というわけでもうバクバクいろんなものが出てきて、久しぶりに、もうこんな食べまくるってことはね、しばらくやってなかったんですが、最後のデザート、これはなんとかジェラート、この辺りの地元で採れた牛乳なのかな、それのジェラートの上にアカシアの蜂蜜を、かけたものです。アカシアっていうのが実は秋田県北部の、名産でして、確か全国1位なんじゃなかったかな。非常に高級な蜂蜜、これもめちゃくちゃ美味しかった。どれも素晴らしかったので、このように皆さんにメニューをご覧に入れて終わりにしたいと思います。いや、いい夕飯だった。この夕飯食べるためだけにこの旅館ね泊まってもいいと思います。でも、それに加えて素晴らしい温泉があるということもやはり付け加えるべき。飾ってありましたのは地元出身菅官房長官の書いた令和の文字です。食堂にあったんですね。あとゴロゴロしまして、その後 YouTube など久しぶりにダラダラこの布団の上で見たんですけど、これいいですね。もう寝ることにします。あ、いいのかな、こいつ使うか、アンドンですね。こんな広くしちゃいけないか。よいしょっと、はい、装着、ポチッと、これで、お、こうか、この床の上も消灯しておきますかね。あ、こけしさん、本日一日お疲れ様でございました。明日朝天気がいいらしいんで、ちょっとね朝ごはんの前に早めに起きて、つってもまあ6時台だと思いますけど、ほんでこの辺を散歩してから行きたいですね。今の時刻まあ9時なんですが、これから寝りゃまあ大体9時間半ぐらいは寝られそうですね。そんなに寝ないと思いますけど、腰高すぎんな。まあいいか、明るくしたいときにこれをポチッと押せる、そういう機能ということで。はい、おはようございます。12月の29日になりました。今の時刻は午前7時10分です。ちょっとね、思ったよりもゆっくり寝てしまいました。本当は6時ぐらいに起きようと思ったんですけど、起きたときはまだ暗いし眠いし、いいやーと思ってね、ゆっくりしに来たんですから、ゆっくり寝てようと思って、寝坊したので、ちょっとだけやっぱり旅館の周りを散歩してから帰りたいと思います。この建物がね、新しい理由が分かりましたよ。なんと衝撃的なことだったんですけども、今年の2月だかに建て直したみたいで、なぜ建て直したのかというと、その前は火災で燃えてしまったかららしいんですね。その前はすごい古い建物が建っていたということなんですが、いや驚くべきことです、ともかく。しかしなんかこうやって改めて見ると、至る所でお湯が湧いててすごいですね。ここでもね、こんな風に湧いてるし、ということで、あまりにも硫黄のお湯がいっぱい湧いているから、この辺はね、もうなんかこう空気の成分も普通ではないよね、まあ、うん、土
吸ってて硫黄の香りめちゃくちゃ強いですからね。簡単に、電化製品も壊れてしまうようです。だから部屋の中に冷蔵庫もないしテレビもないし、それからこれもこれもありませんがすいませんご容赦くださいみたいな張り紙がしてありましたよ。おー、ものすごい硫黄の香りだ。こちらに向けて風向きが変わってくると匂いも全然違いますね。ここら辺にあるのは民家かなと思ったんですがね、多分違う、多分なんですけども、これは別荘、温泉付きの貸別荘だと思います。貸別荘か販売してるものかも、それもあんまりよく知りませんけど、本当にお湯がいっぱい湧いてんだな。こんなに至る所でボンボン湧いてんのは草津温泉ぐらいしか知りませんけどね。あ、違った、こっちも別の旅館があるんだな。すいません、私この漢字はちょっと読めないですわ。足元を見れば動物の足跡、多分鹿とかそういうやつだと思いますけどね。いやー大変ですよ、あの山の方から来たみたいだけど、鹿だって硫化水素吸ったら死んでしまいますからね。今日はもう東京帰ったら午前1時ぐらいまで仕事なんでね、ゆっくり休んで元気になりました。朝は朝ごはんもたくさん食べていました。会場が静かすぎて食事の部分だけはナレーションでやることにしました。朝ごはんもなかなか爽やかで良かったですよ。また納豆が出てきたんですが申し訳ありませんと言って残させていただきました。温泉卵とかね、もうこういうのがあるだけでもう見ると嬉しくなります。朝もオフィスにご飯ですが、今回は軽めに用意していただいたようです。でもね、全部これでお茶碗3杯だったと思いますが、それは全部食べちゃいました。でこんな感じ、ちょっとだけ部分的にバイキングがありまして、ここに載せたのが面白かったいぶりがっこタルタル、昨日ご紹介したいぶりがっこをタルタルソースに入れたものだそうです。でそれから人参のドレッシング、オリジナルですが美味しかったですね。これも、これは美味しい味噌汁と、まあ、あとご飯、まあ、基本ご飯と味噌汁がね美味しいんですけどね、上に卵かけご飯ではないですが、あの温泉卵を乗っけていただくことにしました。いや、全てにおいていい食事だった。やっぱり旅館でゆっくりして美味しいご飯をたくさん食べるっていうのはね、あの仕事をする上ではあのいい回復になりますよ。これからもまた仕事の話を羽田空港でするんですが頑張れそうです。踏み入れてもいいということだったんで、最後にこの旅館のこっちのお風呂をねもう一回見物に伺いましたけど、あ、ちょっとあったかいけど確かにまあぬるいって感じだな。あのもうそこにですね、4区のタクシーが、ジャンボタクシーハイエースみたいなやつがあの迎えに来てくれてますんで、それに乗ってまっすぐ秋田空港へ。ここから空港まではね、3時間かかります。これタクシーで3時間も乗るのかよって、また例によってあの時間制の乗り合いタクシーでして、秋田空港までは9000円です。まあ高いっちゃ高いけど、でもタクシーみたいな感じでこう運転手さんに送ってもらうんで9000円だったらかなりいいと思いますけどね、まあ、他の方と相乗りになることも、多いようですけど、それはまあ全然構わん。いやー、いい旅館だった。これであとはもう秋田空港まで一直線です。ここから空港まで一直線ってなかなかありがたいサービスですよ。もうすごいアクセスのいい温泉地と逆に言ってもいいかもしれません。空港から直行ですからね。ちなみに3時間かかるということですが、実際にはもっと早く着きました。温泉街といいますか、まあ温泉周辺の建物群を、抜けていくところでだんだん立ち入り禁止の看板がまた増えてきました。この辺が特に硫化水素ガスの噴出が多いようです。これはすごいな、もう草も生えないという感じ。立ち止まらないでくださいって書いてありますね。これね、あの車もそうだし歩く人もそうなんですが、もう停車、立ち止まり厳禁という場所があって、ここは特に危険なんだそうです。うわー、すごい煙だ。やはり自然というものは恐ろしいですね。それでもあの部分的にあの危ないところがあるだけですので、ちゃんと分かって、そこを避けていけば、安心できるところだということもお伝えしておきます。だってもうずっと働いてる旅館の方とかもおられるわけですからね。向こうの方すごい綺麗な雪晴れ、この日が雪晴れだということは分かっていたんですが、どうしても山の中ですから朝の散歩の時間にはまだ日が完全にはできらなかったのです。そして湯沢の街中まで車で30分来た後、タクシー会社の営業所でしばらくの停車、ここでねタクシーを乗り換えたんですよ。燃費の関係とかなんでしょうね。山の上の方までは四輪駆動の自動車じゃないといけないけれども、ここから先は通常のタクシーで行けるということでした。前方に見えているのは鳥海山です。これもすごい、いや朝のよく見えた鳥海山、もうバッチリ雪をかぶっております。これからさらに日本海側まで延々車が、一般道でずっと行くことになります。これ冬のものすごい雪あるときは大変ですよねって言って、いやもうそれは大変ですよということで、あの運転手さんともねそんな話をしておりました。
着いたのが秋田空港ですけども、予定よりもね20分30分ほど早く着きましたね。飛行機が出るのにはもともとね、このタクシーで飛行機の出発の30分前というかなりギリギリに着くという予定だったんですけども、ただそれでも間に合いますよとタクシー会社の方はおっしゃっていて、そして、実際に飛行機が到着するのをこちらが、出迎えるぐらいまで時間の余裕があったわけですが、まあ、つまりそれだけ冬のとんでもない雪の時でも時間に遅れないようにタクシー会社はしっかりと余裕を持ったダイヤ設定をしているってことなんでしょうね。じゃあ飛行機も来ましたね。早めに乗ってきましょうね。この行きの時羽田空港がとんでもない混雑になって、帰りはそんなに飛行機が混んでないと一応私が見た限りでは出てましたけどね。でも喉乾いたからカードラウンジでジュース一杯だけ飲んでいこう。まあ、カードラウンジってのはゴールドカードを持っている人だけが入れるラウンジなんですが、そんなに利用条件は難しくありません。ゴールドカードって割と簡単に作れますんでね。空港とかよく利用する人だったら作っておくといいかもしれません。飛行機はこんな感じ、まあ、この後満席に近くなりました。私の隣にも人が来てたな。ありがとうございます。いらっしゃいませ。まああとは東京までひとっ飛び、秋田と東京は飛行機であれば一瞬です。秋田新幹線で帰るということも考えたんですが、まあ、全日空にいろいろ乗る必要がですね、この間やった修行の関係であるということと、それからこの後は羽田空港で仕事がありますので、まあ、飛行機で行く以外の選択肢はないですよね。空港で仕事があるんですから、遠方から私のためにわざわざ出張してくださった方がいたのです。この下、見えておりますのは山形空港のようですが、要するに山形市、こうやってね雪の山の中をこう飛んでいて唐突に大都市が見えてくるっていうのがこういう短い距離での、国内線の移動の醍醐味です。まあ、これもうちょっと長い距離になると空の高いところを飛んでしまいますから下に何も見えないんですよね。東北北海道方面の飛行機に乗ると結構本州の景色がいろいろ見えて面白いんですが、向こうは仙台市です。そうでしょう、これ仙台の街並みだと思いますよ。で今度はこちらは霞ヶ浦とその奥が、太平洋というわけですが、茨城県上空、随分高度を落としてきました。もう羽田空港に到着します。体感はね、ほんとこんな感じで飛び立ってしばらくしてなんか山形仙台が見えたな、あらなんかぼーっとしてたら茨城だ、あーもう降りるんですね。秋田と東京の間飛行時間は50分ほどで着いてしまいます。40分ぐらいだったかな。横浜ランドマークタワーにベイブリッジ、それから、これは京浜工業地帯というのかな、鶴見線とかね、そこら辺の景色が見えていたなと思って東京に近づいて降りてきましたが、なんとちょうどですね国内線で私の元に仕事で来られた方の飛行機が前を飛んでいます。滑走路って多分この角度から降りるやつが2つかなんかあるんですね。で同時刻に羽田空港に到着で、すいません私もちょっと遅れるかもしれないですけどみたいな話をしてたんですが、結局秋田空港はこの日晴天でしたので、あこれだったら遅れることはありません、大丈夫ですねと遠方から飛行機で、駆けつけてくださってありがとうございました。仕事もこの後ですね、順調に進みまして、そしてまた翌日、飛行機でもう一度次の予定が決まったということになったのでした。まあ、だから、出張とかそういうのが連続で忙しかったんですけど、その合間でもね温泉旅館に泊まるっていうのはいい息抜きになりますよ。いや個人的にも本当に楽しかった、行って良かった温泉地でした。そしてまた行きたいですね。美味しい食事、季節によっても中身が変わると思います。湯沢とか横手とかそこからだったらちょっと一思いに足を伸ばせば行けてしまうような泥湯温泉の紹介をさせていただきました。それじゃあ、まあ、特にもうこれ以降言うこともないかな。東京と秋田の間、秋田新幹線で行くのがいいのかどっちがいいのかってかなり微妙なところなんですけど、どっちがいいんですかね。ということで今度また秋田空港の動画なども出そうと思います。お楽しみに。ありがとうございました。